せい。ここの状況下で俺に任せてくれない。シリュウ、この先の天竜寺本来なら老子が預かる。だが今は同僚たちが球を守る。本来は感謝だ。あいにく俺たちは反逆者の汚名を着せられている。だから彼らと話し合うことができた。だが老子から授かったこの剣で彼らの魂に語りかければ俺たちの本当の目的を伝えられる気がする。ああ、分かったぜシリュウ。ありがとう、セイヤ。頼んだぜ、シリュウ。お前たちのことを、老子に伝えておく。そういえば、シュン、氷河はいないのか。ジミニの戦意とか、アルサイド領主を放った後、氷河は、次元空間に飛ばされたんだ。僕は、父さんが助けてくれて。シュン、大丈夫だよ、セイヤ。兄さんはいつでも僕たちを見守ってくれてるさ。さあ、セイヤ、12球を何としてでも突破しよう。ああ、さあ、シリュウ、次に進もう。春麗は元気だのか。どうしたの、シリュウ。俺がデスマスクで戦っていた。シュンレイをゴローホンが滝壺に落としたんだ。なんだって。老子はシュンレイが無事だと教えてくれたんだ。何がおかしい。なんでもないさ。もう倒したのか、シリュウ。さっきより強くなってないか。おい、セイ、さっきは何で戦ったの。俺はシリュウと共に戦ってきたけれど、シリュウの力、シュンレイちゃんの名前を聞いたことなんてめったになくてね。それはやっぱりそうか。自分の気持ちに素直になんなきゃ損だぜ。の天秤級の土となれれば本望よ。シリュウ、そういえば目が見えるようになってるじゃないか。デスマスクとの戦いでシリュウのコスモは全体で高まり、奇跡を起こしたみたいなんだ。そうだ。だがそれだけじゃ。毎日俺の看病をしてくれた春麗がいなければまだ見えないままだったかもしれない。一度春麗を失いかけて俺の中にある春麗に対する気持ちがはっきりと見える。この12球を突破したら春麗と見よう。どうも美しい景色を。ここも突破されたとは。天秤級を守りたかった。しかし氷河は一体どこに突破されたんだろう。俺たちは巨海球を払い、もっと先の球で氷河のコスモが一瞬大きく弾けた。消えてゆくのを感じた。このシリュウには通じん。大気を取り戻す。ちょっと待って、出てきましょう。手がかりはない。そろそろ氷河が氷河がいいんだけど、どうだ。もう日も落ちかけている。一気に突き抜けるぞ。あれが第7の天秤級。老子が守られている。足を踏み入れる日が来るとは。今は無人の球だけれど、掃除球のこともある。気をつけて進まないと。シリュウ、
もう少しで天秤球だぜ。そこまでだ、シリュウ。やはり現れたか。俺の登場ランク上流派登山昇竜派。このサンクチュアリでブラックドラゴンと戦ってきたんだ。そうだ、身の手のブラックドラゴンが出てきたから驚きは与えしない。それにブラックアンドロメダ、ブラックスワンもサンクチュアリに、お前らブラックセイントたちが乗り込んでいることを教えてくれたからな。そんなことはどうしてたのか。口の軽い男はダメだ。できればと言ってたのに。もう天秤球は目の前。お前たちに邪魔されてたまるか。我々が来た限りはこいつなんて生きていけん。今すって、もうお前たちのおしまいだな。この手に土俵を出てきたのか。そこまで俺たちに勝ちたいな。ああそうだ、そうだ、強行に近づけない。強行に近づく方法を見て、俺たちの目的はお前らを倒し強行の信頼を得る。強行に近づきアテナを殺す。俺たちブラックセンターはアテナに恨みを持っているからな。なんだ。ならばなおのこと、お前たちをここで倒さねばならん。アテナのセイントである俺たちがアテナを狙う奴らに負けるはずがない。